言葉が出ても意味が通じない、考えても痛いことがうまく伝わらない。頭の皮は混沌、思考がうまくまとまとまらない、口から出る言葉は自分でも理解できない、この不協調心が混乱、言葉と思考が一致しない、相手の言葉は聞こえても頭に入ってこない、自分の言葉が出ててもすぐに忘れてしまう、誰も理解してくれない孤独な思考、口から出る言葉ただの雑音、この不協調心が混乱、言葉思考が一致しない、もがき苦しむ自分の中でどうしたら